みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、はい、今回は通知表です。はい、前ね、生放送で、した時に、通知表を見せてくださいみたいなコメントがあって、はい、まあ、ちょこっとお話はしたんですけども、はい、あのね、あの、今年から、今まで1年間に、1学期、2学期、3学期で3回通知表をもらってたのが今年からか今年から前期後期みたいになっちゃって2回しかもらえなくなっちゃったんですよ。そうなんですよ。でなんかちょっとまだ慣れてないんですけど、はい、もらったのが10月の頭だね、はい、で、まあ、9月までで前期が終わって多分そこから通知表をバーってやって先生たちが10月の頭に渡してくれたっていう感じ。はい、まあ、どこの学校も聞くとそうみたいなんですけど前半後半のところはね、はい、はい、なので今回初めてね、成績表を、まあ、もらってきた形ですね。はい、新しいこう2学期生になってからね。はい、はい、でもまあ前半はねもう本当学校に行けてなかったので確かに行けてなかった先生の判断もまあこう凝縮されてギュって感じなのかもしれないんですけど、まあ、とりあえずね、どんな感じだったかの顔をご報告です。今回は、まあ1学期っていうわけじゃないんですけど前半ということで、はい、はい、どうでしたか？普通ですね。そうなの？普通ですね、うん、でもまあ、今までに比べるとまあ良かったんじゃないかなっていう感じじゃない？でもね、私ね、いつも言っていい、いつも図工と体育は低くてあとは、いつもなんか、いつも普通なんですよ。ただ図工と体育が全然できなくて、自分では頑張ってるつもりなんだよ、ちゃんとできてるつもりなんだけどさ、なんか図工と体育は、やっぱ図工は出ちゃうのかね、そういうのがね、気持ちの面でもそうかもしれないし図工苦手って、図工が一番嫌いなんです私、気持ちの面で出てんのかな、なんかでも体育もそっか、体育でも最近頑張ってるよ。そうだよね、なんかは走るのも結構速い方なグループで運動会もやったんでしょ、うん、実はねすごい何個か項目があるんですけど、まあ丸もあるんですよね、数個、まあでも数個なので、それがたまたま体育と図工だったと。でリミは逆に体育と図工だけが全部一番最高級の丸で、うん、あとは普通と本当真逆なんですよね姉妹で、うん、図工と体育以外は頑張ったかなって感じなんですけど、うん、逆にリミはもう図工と体育が満点という、うんうん、なんていう真逆な姉妹なのっていうね , 笑っちゃったよね最初聞いた時に、みんな笑った、リミ図工と体育って言ったらそれ以外はね丸とかちらほらあったんですけど、そうそうそう、ね、逆に図工と体育以外は丸は全部二重丸で、うん、でもまあね、でも私図工頑張ったんだよ、うん、ちゃんと頑張っていいかいと、うん、でもまあね、しほちゃんは頑張ったと思いますもん、この成績は作り出す喜びを味わい無理だよでもいい方なんじゃないのかな、うん、成績っていうふうに見た段階では、はい、ね、ああ、まあまあ、まあ、まだ頑張れるのかなとは思うんですけど、まあママとしては頑張ったのかなと、まあ、テストもねちらほらね、見ると100点取ってたり月齢テストとかね100点をなんかいっぱい取ってきてたりしてたんですよ。であまりそういうの触れてなかったんですけど、やっぱねこうしほちゃんもね、はい、リミばっかりこう、リミはちょっとね100点を取る回数があえて少ないのでいつもこんなこと言うのもなんなのってなんなんですけど、ほんと逆だよね。だからあんまりこうしほちゃんのことは取り上げてなかったんですけど、そうリミちゃんのね、うん、低い点数ばっか取り上げるんですよそれはそれでかわいそうだなと思ってたんですけどね。でもほら、まあ、頑張ってもらわないと、うん、動画にして動画にするとやっぱりこう頑張ろうってなるから、うん、そこでね頑張る分には全然いいじゃんいいと思ってたんですけど、まあでも翔ちゃんはね逆にね結構いい成績を100点とかよく取ってきてたので、はい、でもまあ
取ったんだねぐらいだったでもなんかある時ね、私は100点取ったらなんかご褒美的なものはないのみたいに言われて昔はなんかね、100点を2回取ったら、100円とかお小遣いあげるみたいな感じで言ってたんだけど、なんかいつの間にかなくなっちゃったね、そのせい。そうなんです、なくなっちゃったんですよ、うん、で、なんかさ、ね、他の方もさ、なんか100点を何回か取ったら、なんかどっか行ってご飯食べるとか、なんかそういうのをね、うん、好きなことを、ね、好きなものを食べるとか、なんかそういうことを目にしたので、じゃあしほちゃんもなんかかわいそうだなと思って、なんか何もしてなかったから最近、うん、ということでですね、成績も良かったし、まあ良かったんですよ。まあこうやって公開するってことは良かったんですよ、しほちゃんは。はい、はい、でね、あのテストの点もまあ良かったと、100点もいっぱい取れてたので、まあ今回ね、なんかご褒美をねしようかなということで、しょうちゃんに意見を。はい、しょうちゃんが今一番欲しいものは何ですか言っちゃっていい？はい、一番欲しいものは漫画です。はい、今漫画ね、アニメっていうかね、まあ、テレビではアニメ、ネットとかね、で漫画本も好きで、すごいね、よくね、はい、最近集めて読んだり、まあ皆さんね、よく見てくれてる人は知ってるかもしれないけどね、はい、好きだよね、好きなんです、ハマってるよね、音楽聴くのとかもハマってるけど、まあ、漫画ね、漫画もハマってます、はい、ということで今回はね、まあ、漫画をね普通にプレゼントするっていうのはやっぱ YouTuber としてつまらないので私的には別に普通にプレゼントしてくれるだけで嬉しいんだけど、で一応考えたのが、じゃあ本屋さんで好きな本を買い放題、やば、でも1分で1分なの、でだってさ、5分とかやっちゃったらめっちゃ買えちゃうじゃん、ババババババって、でも5冊くらいも一緒に行く、漫画はさ、多分売られてるところがみんなこう固まってるからさ、固まってますね、好きなさ漫画があったら全部こうやってバーンって10冊とかさ入れられてたらあれかなと思ってめっちゃ高くなっちゃう金額、わかりました。でもしかしたらちょっと新品のところは場所とかも狭いし、高いよね、狭いね、そう、ちょっとね、あれ撮影もあれかなと思うんで、多分予定としてはブックオフみたいな、こうちょっと中古屋さんの方が数も多いし、全然数多いし安いし、はい、私は別にそっち来るのいいかなっていうことで、うん、それを予定しております、はいはいはい、ということでね、はい、皆さん今後はちょっとブックオフでですね、しほちゃんが1分間漫画の買い放題チャレンジをすると思うので楽しみにしてください。もうね、やばいね。いいの、本当にいいのね。1分だよ、でも。しかも下見は今回なしだからね。下見したら分かっちゃう、ね。下見したらもうすぐ分かっちゃうから、ここに何があるとか。分からないようにもうぶっつけ本番で自分で探す感じで探して、ってなるかもしれないけど、もしかしてね。まあそれはそれで。楽しそうですね。楽しそうなので、ちょっとやってみようかなっていうことでね。はい。はい、ということで。まあ、今回はね、しほちゃんの成績ということで、とても良かったですっていう。なので、ご褒美として、ちょっとね、漫画の解放題をしようかなと思っております。ありがとうございます。ありがとうじゃあね、後期もね。はい。いい成績取りましょう。そうですね。ママもさ、結構さ、小さい小学校の時とかさ、うん、成績、いい、自分ではね、頑張った方とかと思ってたの。うん、でもね、お兄ちゃんがさ、めっちゃ頭がいい人で。ま、それ私何回聞いたことあるかな、だからさ、めっちゃ頑張っても全然褒めてもらえなくて、お母さんとかに。うん、マジピエン。みたいな。マジピエン。マジピエンだった、今のこと。そう。そっか。そう。だってさ、うん、学年でさ、何百人といるわけじゃん、うん、中学校とか、うん、何百人、その中の一桁とかに入ってもさ、え、やば、すごっ、そう、すごいでしょ、すごい、でもさ、見せたら、あー、頑張ったねぐらいで、なんつーの、うーみたいなでも、兄ちゃんと、お兄ちゃんもすごいよ、いつもトップレベルだから、はい、で、お兄ちゃんは、すごいじゃない、今日はあなたの好きなものにしてあげるわよ、みたいな、いやいや、そういうんじゃ
ゃなくて、もうお兄ちゃんは、うん、はもうずっとそうだから、それが当たり前じゃん。あ、そっか。だから私も、私っていうかママも、うん、それが当たり前みたいに思われてるみたいで、だから、あ、そっか、どんなに頑張っ、もし翔ちゃんがさ、何百人中一桁とかだったら、すごいじゃーんってなるでしょ、うん、そういうのないの。なかった。お兄ちゃんがすごすぎて、なんか、なんていうの、二番手みたいな。まあ、ね、妹であり、女だったっていうのもあり、別に学業がすごくてもっていう感じだったのかもしれないけどね、その子はね。わかんないけど。じゃあ、私が中学でトップクラスをずっと撮ってたらだよ。ずっと撮ってたら、うんうん、リミもそんな対応になる？いや、リミちゃんはどう考えても、もう無理でしょ。それはもう今の時点からもうにじみ出てるよね。今から猛勉強する子になったらわかんないけど、まず無理でしょ。無理やね、うん。まあでも女の子だしさ、別にそんな、ね、大学いいところとかそういうのない、ない、ママの中ではないから、好きなようにね、将来はね、進んだらいいかなと思うので、特にもう勉強しなさい、もう塾行きなさいとか言うのはないんですけどね、我が家は。ないですね。ないんですよ。みんな塾行ってるからさ。結構みんな塾行ってる。もうみんな6年生の勉強とかできるわけよ。そう、でもうちはね、塾とか行ってないタイプ。行ったことなくて。パパもなんかそういうの行かせない。行かせないタイプ。じゃあパパが教えるよ、ね。うん、そんな感じのタイプ。そう、だからね、塾とか一切行ってないんですけど、うん、そう、行ってないんですよ、この子たち、ほんと。そう、私行ってたことないの。そうだ、先生とかにも、行ってないの？行ってないんですか？ってすごい言われる。言われるし、塾とか行ってないんですよね、って言って。まあ、それだから、家ではきっとすごい努力して頑張ってるんですね、みたいに言われるんですけど、よく。うん、私も言われた。本当に頑張ってる。これもらう時にも言われた。家で頑張ってきて 100% になるんですよね、翔さんは。って言われた。だから学校生活ではそんなにない。頭いい素振りがないってことですよね、要は。おかしい、先生の中でおかしいなと思ってるんだよね。この授業の学校の態度で100点ばっかりはおかしいな、うん、じゃあ家で頑張ってるんだなってなるんだよ、きっと。ひどいな。だってそう先生に言われたんでしょ、うん、じゃあそういうこと。で、あのね、授業で 90% って言われたの。授業では 90% 理解して、うん、お家でやって 100% になるんですよね、うん、って言われたの。90% だよ、よくない？まあね。90% って言われた。他の周りの子たちはさ、もう多分塾とかで先取りして勉強して、学校でやるのが復習みたいな感じだから、そこでもう 100% になってる子も多分いっぱいいるんだと思うんだけど、ね。私は授業で 90%。そうね、授業で初めて習ったりっていうのが多い、ね。そう、初めて習って、へぇー。家で必死に勉強するタイプだから。必死じゃないよ。それはそれでいいことだと思う。必死じゃないよ。まあ、必死じゃないとしてもいいことだと思いますよ。いいことですよね。はい。はい。ちょっとパパの血が入ってるんで。ああ。そういうところはいいんだ。よかった、じゃあいいところもあって。いつもなんか、ね。ママとパパの血が入ってるからさ。ああ、そうか。ママもだって勉強してたでしょ？ママは暗記の人だったから。とりあえずテストの前にバーって暗記して、テストの線だけはいいってこと。暗記力があるってことかな。でもパパも暗記ってしてなかった。じゃあ、しほちゃん。100回、あの、教師って。しほちゃんは確かに暗記力すごいよね。何事もね。やっぱそうなのかもね。そうなのかも。うん。そうなのかもしれない。はい。何の話してんの？はい。はい。ということで、次回はね、ブックオフかな、はい、で、本を1分間が読まない。はい。をしたいと思います。はい。え、これ、この動画つなげる？つなげない。さすがにこの尺はもうこれで終わりにさせていただきます。じゃあ次回ですね。別の動画ですね。ちょっと次にすぐ行けるかわかんないけども、この今後ね、必ずこうあると思うので。はい。はい。お楽しみにしてくださいね。チャンネル登録してください。はい、お願いします。ということで、それでは、バイバーイ。そう、最近 TikTok とかでさ、よくさ、うんうん、あのさ、好きなアニメありますかとかさ、書かれるんですけど、うん、あ、いっぱいありすぎて書けないんです、私。そうなんだ。だから、うん、ハートをして終わるんですよ、必ず。なんか書けないもん。ありすぎて書けない。そうなの？なんか一つって絞れなくて、うん、じゃあさ、ある程度さ、漫画とかがたまったらさ、うん、なんかこう、紹介したらいいんじゃない？この漫画おすすめですとか、面白いですとかさ。まあ、そうですね、本棚の3個になったらしましょうか。本棚の3個は無理だけどさ。
まあ、ある程度。じゃあ本棚2個。本が溜まったらね。はい。ということで。ということで、バイバーイ。はい、いやー楽しみだね。うん。1分間よ。ドキドキする。